やっと週末です。今夜は外食にしましょう。美味しい中華料理を食べることにします。窓際の素敵な席に着くとメニューと割り箸を渡されました。ここで2つの選択肢があります。お箸を紙の袋から取り出した後どうしますか？オプション A、 割り箸を真ん中から割る。オプション B、 ネットで学んだように先端から割る。ネットではオプション B のやり方で半分くっついた状態で使うことを勧めているサイトもあります。少し前までネット上では割り箸の正しい使い方に関するデマが広がっていました。それは割り箸の頭の部分の線は上部を折るためのものだという主張。折った後その根元の部分を箸置きにすれば食事中に箸を置けるというのです。箸置きは便利ですが割り箸の上刃部分を折るというやり方は間違っています。ではもう一度。レストランに到着し注文をするとウェイターに割り箸を渡されました。今回はオプション A を選び箸を割ります。もし箸置きが必要だったらウェイターに聞いてみましょう。そうすれば持ってきてもらえるはずです。ちなみに私はお皿の上に置きます。割り箸の割り方は分かりましたがお箸を使ったことのない人が正しくお箸を持てるようになるまではかなり時間がかかることでしょう。中国人は紀元前1200年からお箸を使っています。ちなみに当時の私はフォークを使っていました。当初は調理器具として使われており食卓で使われ始めたのは西暦400年になってからのこと。その後この習慣は広まりました。そしてある時日本人が現在使われている使い捨ての竹の割り箸を開発したのです。ちなみに世界人口の 40% は手を使って食事をし 30% はナイフとフォークを使い残りの 30% が箸を使っています。お箸が使われているのは東アジアと東南アジアで主に中国と韓国と日本で使われています。もちろん世界中には様々な種類のお箸があります。例えば中国のお箸は一番太くて長く主に竹やメラニン樹脂によってできていて先端が太くて平らになっています。素材が滑りやすく滑らかなのでかなり持ちにくいのです。お箸を使って育った人と夕食を食べに行くときは次のことを心得ておきましょう。まずは食べている途中にお箸を置く場所を考えてください。そうすればテーブルが汚れずに済みます。お箸にはいろんなものがついているかもしれないので直接テーブルの上には置かないでください。また絶対にお箸を茶碗の上に立ててはいけません。相当失礼だと思われるので気をつけましょう。店員から箸置きをもらって自分のお皿の横に置いてもらえばいいでしょう。もらえなかったら箸の先端をお皿やボウルの縁に立てかけておきましょう。さらに箸を置いた時に箸が刺している方向に注意してください。一緒に食事をしている人に向けてはいけません。一部の文化では無礼だと思われることがありますよ。ではお箸の正しい持ち方をお見せしましょう。ペンや鉛筆などを持つ感じで持ってください。そして頭の中でイメージしてみましょう。またこのように持たずに代わりにこのやり方を試してください。箸の上に親指を置き箸の下を指先で触れてみましょう。そして上の箸には親指と人差し指で触れます。中指は薬指と一緒に上の箸を支えつつ下の箸を押さえる役割があります。難しく聞こえるかもしれませんが慣れればそれほど難しくはありません。練習してみましょう。指が滑って下がってしまうようだったらできるだけ上の方を持ってください。そうすればお箸を大きく開くことができます。お箸の使い方に慣れたら料理するときも使えるようになります。でも金属製のものは使わないでください。金属はすぐに熱くなりますしお鍋の底を傷つけてしまう可能性もあります。他の素材のお箸は天ぷらなどの揚げ物をひっくり返すときに便利です。最後になりましたがお箸は食器洗い機で洗うときは注意してください。機械にはまって壊れてしまうことがあります。昔のように手で洗う方が良いかもしれません。次は他にも間違ってやっていたかもしれないことを見ていきましょう。批判するつもりはありません。間違ったやり方を改善するための機会だと考えてください。例えば電子レンジで残り物を温めた時に取り出してみたら真ん中がまだ冷たかったという経験はありませんか？これは電子レンジが最初に外側の部分を加熱し始め大半の場合真ん中の部分の温度が上がらないためです。
食べ物は広げて真ん中にスペースを作っておけばより均等に温まります。この秘訣を知っておけば早く温かい食べ物を食べられるようになりますよ。食べ物ついでに次は手羽先の秘密をお教えします。ほとんどの人は手羽先を両手で掴んでかじりついていますが、実は簡単な食べ方があるんです。2本の小さな骨を掴んでねじりながらゆっくりと引き抜いてみましょう。そうすればボーンレス手羽先として食べられますよ。食事をした後は歯を磨くのもお忘れなく。正しく磨いているかどうかチェックしてみましょう。まずは歯茎を傷つけないように柔らかめか普通の歯ブラシを選んでください。上下の動きを機械的に繰り返さずに45度の角度で磨いてみましょう。そうすれば取り除きにくい歯垢を落とすことができます。新しい靴を履くには足の幅が広い人に履いてもらいましょう。それか厚手の靴下を履いてください。そしてヘアドライヤーで靴に熱風を吹きつけ1分ほど家の中を歩いたりジャンプしてみましょう。これで靴が暖かく柔らかくなります。他の靴でこのプロセスを繰り返してみましょう。マニキュアはネイルをおしゃれに飾る以外にも用途があるんです。びっくりするかもしれませんが、マニキュアには防水性と接着性があるので保護シールとして機能します。割れてしまった陶磁器の湯飲みをくっつけたければ無色のマニキュアを塗ってみましょう。そうすれば割れたところが塞がれ再び使えるようになりますよ。また再利用するために封筒に封をしたくなかったら封筒の縁にマニキュアを塗ってから閉じて送りましょう。次は超便利な裏技をお見せします。靴ひもの先端がバラバラになってしまったら先をひねってから透明なマニキュアに浸せば元のようにまとまりますよ。針に糸を通す時にも同じ裏技が使えます。糸をマニキュアに浸せば先端が硬くなるので針の穴に糸を通しやすくなります。ゲータレード好きな方、もしかして間違った飲み方をしていたかもしれません。びっくりしないでくださいね。ゲータレードのボトルの底にはスペースがあり、そこにキャップをはめておくことができるんです。こうしておけば蓋を開けた時になくすこともありません。ホットドッグにケチャップをかけない人はあまりいませんよね。でもケチャップを間違った方向で保存している人は多いはずです。ケチャップは冷蔵庫に入れるべきだと思いますか？市販のケチャップには通常トマトと砂糖と酢が含まれているので独特の酸味があります。酢の成分のおかげで安全に保存されるのでケチャップは冷蔵庫に入れる必要がありません。ですので冷蔵庫から出し食器棚に常温で置いておきましょう。でも暑い日に直射日光の当たる場所には置いておかないでください。置きっぱなしにすると開けた途端に破裂して周りがケチャップだらけになってしまうことがあります。経験者は語るとだけ言っておきましょう。最後にノートなどに書いた言葉を消したいときにはどのような文字でもいいので適当に上から数回重ねて書いてみてください。これで何が書いてあるのか完全にわからなくなるので秘密がバレずに済みますよ。